今日はですね、まあオリジナルのですね手ぬぐいを作る場合、まあチーム用の手ぬぐいとかね、みんなで同じものを合わせて作りたいなって言った時にですね、まあできるだけ安く作りたいなっていうねお話がよくあると思うんですね。まあ結局値段なんですよね。で我々にもですねできるだけ安く作りたいんですけどみたいな話をよくいただきます、ご相談いただきます。そんな時にですねどのようにしたらいいかっていうのを、説明差し上げるんですけども、やっぱりなかなか分かりにくいことが多いです。でですね今日はですねその商品を見せてですね、こんな形で出来上がります、こうやったら安くできますよ、また、安い場合と、まあ、一般的に言われている高い手ぬぐいとの差ですね、その辺をですねちょっと説明したいと思います。それでですねまずは第一にですねこの手ぬぐいをオリジナルで作る場合の作り方、まあ大きく分けて2種類あるんです。本染めっていう方法とプリントで作る方法です。本染めっていう方はですね、まあ江戸時代からずっと脈々と使われている製法でして、染料を溶いてですね生地に直接こう注ぎながら染めるっていう方法なんです。まあこれをですね一般的に注染っていうわけですね、注ぎ染めって書いて注染って言います。でこの方法ですと、生地に直接、まあ例えば20枚30枚の束を生地を置いて、で1枚ずつですね全部この型を置いて糊をつけて、まあそれをずっと重ねていくわけですよね、バームクーヘンみたいに。で上からザーッと流して下からザッとその染料する、そうするとですね裏表のない手ぬぐいができるわけなんですね。ちょっと見せますけども、こんな感じですね、表がこれ裏がこれ、裏も表もないんですね。まあこれが裏表のない手ぬぐい、まあこれのことを本染め注染っていうんですね。ただやっぱりね工程が多いっていうのと、やっぱり手間がね工程多い分かかるということでやっぱり値段が高くなりますね。それがこれで、もう一つがですね、プリントって言われる方法で、まあこれはですねタオルとかと一緒です。同じようにですね、手ぬぐいをプリント台の上に置いてこう肩がドンときてシャッシャッと機械で描く、まあ、そのベルトコンベヤみたいになってまして、手ぬぐいがこうずれていきながらボンってやってシャッシャッ、また違う色があったらシャッシャッと描きながらどん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 いくという、まあ、最終的にあとは乾かしたら終わり、ね、乾燥して終わりっていうのがプリントの手ぬぐいっていう形になりますね。まあ、染料はですね、この本染めと、プリントでは違うんです。本染めではこの、吸水性のあるすごく柔らかい染料を使いますので、いつまでもですね、汗をすぐ吸収してくれるのがこの本染め。一方ですね、この顔料インクっていうのを使います。まあ、これがそのプリントなんですけども、表側はこう、顔料インク塗って、で裏はですから表は塗るんですけども裏はないっていうのがこのプリントの方法なんですね。まあこのプリントの方がですね大量生産には実は向いてますので、やっぱり値段的に100枚以上とか作るとなりますとプリントの方が安くできます。それがやっぱりいいところでしょうね。で多色使いっていうのが非常に得意です。で色と色がこうぶつかって表現したいっていう時にもこのプリントじゃないとできないっていう場合も多いですね。で一つですね大きなこの差が、まあ値段的にまあそういったことで、大量生産に向いている分100枚以上なんかでしたらこちらの顔料インクの使ったものの方が価値ですね。絶対値段的には価値です。で細かいデザインもこのようにつけやすいので、ね、細かいのがね出てますね。そんな感じできます。まあ、これもそうですね。こういった細かいデザインも得意です。なかなかこの辺ね本染めは難しいんですね。やっぱりにじんでいきますんでね、こう注ぎながら染めるということでにじんでいくとなかなかうまくできないという形もことも多いです。そんなことがありますね。で、まあ、それぞれの特徴ですけども、まあ、本染め抽選で作った場合っていうのは先ほどもちらっと言いましたけども、すごく吸水性がいいんですね、ものとして。この染料のインクっていうのは生地っていうかその糸に直接ずっと染み込んでいきますので、その水を弾くことがないんですよね。
ですから剣道なんかの手ぬぐい頭にこう巻いてですね、防具をつけて面をつけてあるその剣道なんかの場合はですね、必ずこの本染めを使います。こちらの顔料のインクのものじゃないんですね。本染めのものを使うのがその剣道の手ぬぐい、吸水性がいい分ですね。そうなんですね。でこのプリントの方はですね、その顔料インクっていうのがやっぱりその吸水性っていうのがなかなか伴わないというか弾くんですよね。ですからこのそういったスポーツとかにはちょっと難しいと。ただですね、この鑑賞用としてですね、この細かいデザインね、こういったものってのはすごく得意です。ですからよく京都なんかでね、売ってる、ね、手ぬぐいなんかあると思います。何色も使って、ね、だるまの絵が描いてあったりとか、綺麗にこう額に入って売ってるような、そういったものはこの、ね、顔料インクを使います。それぞれ、特徴がありますのでね、本染めではなかなかできないものをこの顔料インクで、のもので補うっていう形、額なんか入れる分にはそれの方が向いてるでしょうね。で値段的なんですけども、一番大事な値段なんですけども、やっぱり大量生産できる分こちらの方が安くできるっていうのが大きな違いだ。はい、それではですね、本染めの抽選の手ぬぐいとプリントの手ぬぐい、ちょっとね拡大してお見せしたいと思います。こちらが、本染め抽選になります。で先ほどからお伝えしてますように、この手ぬぐい裏表がないんですね。こちらの面から見ていただいても、こちら側の面から見ていただいても裏表がない、裏までちゃんとインクが通っている。それもですね、生地の上に直接こう染料を流し込んで、染めるということになりますので、当然ですよね、下からそのインクを吸って、色をつける、定着させているところになりますので、そんな感じで作ります。でやっぱりですね、染料が生地に全部、糸に全部染み込んでますので、すごく柔らかいです。柔らかいで吸水性がいいっていうのがこの本染めの特徴になりますね。ただやっぱりこの流し込んで染めるっていうところになるので、よく見ていただいたらいいんですけども、プリントのようにきっちりと柄がきれいにねパキパキっと表現できてるかっていうと、ちょっとどうかなっていうところが、ちょっとぼやっとしたところがあるのがこの本染めですね。で、プリントをお見せします。でプリントはですね、こういった感じですね。で表面はこういった感じになります。で、裏面がやっぱり、白く残るんですね。表面だけをプリントするということでこんな形になるんです。ただですね、いいところが見ていただいたらいいように、すごく細かいところまで表現できています。でこの年号を見ていただいてもいいんですけども、パキパキっとですね、綺麗に表現できているというところがすごいところですよね。本染めではこういったことができないです。でこの浴衣のそのシワもですね、綺麗に出ていますね。ともう一つ、これもプリントなんですが、見ていただいたらいいように、その細かいところまでね、完璧に表現できているっていうのがこのプリントの特徴になります。ただですね、ちょっと裏が白くなるっていうのと、あんまりこの水となじまないっていうことで、吸水性がちょっと損なわれていると。全く吸わないということはないんですよ。綿100の上にプリントしてるんで、そんなことはないんですけども、この本染めの手ぬぐいと比べるとですね、やっぱりちょっとその辺が吸水性が悪くなるっていうのが特徴ですね。それぞれですね、デザインによって使い分けしていかれると思いますけども、またですね、細かいところ、この辺まで出るんですかねみたいなところは、ぜひですね相談してみてください。お願いします。から用途によって、スポーツなんかでどうしても使いたいんですよっていう時には、この本染めをおすすめしますし、いや鑑賞用でっていうことであれば、こちらをおすすめします。ですね、で物によってって言ってたらあれですけども、剣道用の手ぬぐいなんかでしたら、もう我々作るの慣れてますのでね、値段的にも随分安く抑えることもできたりします。やっぱデザインによって手作業で作るのがこの本染め抽選になりますので、手作業の範囲が狭くなればなるほど、逆に言うと安くできるっていうのも本染めの特徴なんですね。
逆にこのプリントの場合は同じ色で一色であればすごく複雑な柄であったりとか細かい柄も、一文字だけ観音の顔だけポンと真ん中にあっても値段は一緒やというふうな形になります。で納期的にはやっぱり工場の好き具合もありますけども、やはり一般的にはプリントの方が早くできると言われてます。ただ我々みたいなこういったものを専業でやっているところではですね、本染めの方が安くできる、工場の事情もよく知ってますのでできる場合もあったりしますのでですね、そのあたりはですねよく我々に聞いて、お尋ねください。はい、それではですね、もしオリジナルのですね手ぬぐいを作りたいとか何か相談があるということでありましたらですね、下の適用欄にも書いてますけども、我々のホームページからですね、フリーダイヤルとかけていただいたら結構ですので、ぜひ相談してみてください。よろしくお願いいたします。